こんにちは、前田部長。はい、おはようございます。今日はね、あのサーフルアーフィッシングチャレンジ2022の、ね、7回目です。そうですね、7回目を予想している人がね、 T シャツぜひ当てたいと言ってるんで、今日来てください。そうですね、何人かいましたね。はい、まあその人たちのためにやりに来て、アドバイスもありましたよ。なんかね、弱った魚をイメージしてるわを投げることっていうことです。わかりました。はい、ちょっとそれをね演じれるように、はい、あとね、タイトに攻めていきます。はい、一発目のルアー見せてください。これ、ハタドンから大昔もらったやつです。おお。これ。それです、ね。なんだっけ、イワシ。はい。弱ったこの小魚をイメージして。はい、ちょっと白と水色のカラーにね、はい、して、30g って出たかな。はい。これをね、はい、やりますよ。はい。よし、行きますか。はい。はい、どこら辺でやっぱなんじゃな。ここら辺でいいっすよね、もう。いいと思います。一発目だけこの取りますからね。このね、一投目が肝心なんですよね。そうです、今日の第一キャストお願いします。よし、おはようキャスト。そうです、いきますよ。はい、どうですか、 100m 無理のチャウン。大体780は飛んだと思う、今日は。大体780は飛んだと思う、今日は。ほんとすごいな。ちょっとね、まあ、暗くて見えないのを見ることに好き勝手なこと言いますけど、はい、じゃあ 780m 第一キャスト飛んだっていうことで、今日のね、ルアーフィッシングチャレンジ7日目、ぜひ魚、あっぱってくださいね。今日ね、ここのドンもいますからね。あ、大丈夫です。ね、もう、はい、ドンがいるから。魚以外もいいもの狙ってるんじゃない。もちろん、うん、どっちかというと今日魚なんてどうでもいい。私と熊五郎さんは、本当は違うものでやりに来て。言わないです、それは。言わないです。言わない。はい。わかりました。お願いします。はい。ちゅうことでね、何を狙ってるかっていうのは、ちょっと濁してましたけどね。タコです、それは。タコをね、あのサーフでアッパった動画を、私かっこいいのあるんで、このねリンクに貼りますから、この動画ね、ぜひね、今まで見たことない人は見てくださいね。アッパでもこんなかっこよく釣れる時あるんだっていう動画ですから。森田部長どうですか、今開始から15分ぐらいですけど、事件が起きて、まあちょっと僕のハタドンから本当いただいたルアー持っていかれちゃったんですけど。何に持っていかれたのやつですね。タコ、魚じゃない、そうです、タコという予想がつくんだ、うん、今までのね、経験から言うと、経験から言うとね、柔らかい根がかり、柔らかい根がかりで、あ、動いた、負けると思ったっけ、またがっちりしがみつかれたり、あ、その やり取りを5分ぐらい今、うん、っちでやってて、うん、ダメでしたね、完全に持っていかれちゃった。あ、じゃあ、近かったね。じゃあまあでもいるんだね。だって根がかりかなと思って、ダメだと思ったら動くんですもん、うん、じゃあでもまたがっちりが来るし、タコかもしれない。なんか生き物だとは思う。いい、タコが来てもね、まあ今日のチャレンジ成功になりますからね。あ、まあタコはもう大成功ですよ。あ、そう、タコは大成功なんで、はい、そう、魚は成功、タコは大成功っていう、食べれるタコ、そう、そうです、タコは大成功、まあね、僕か熊五郎さんはまずとにかく、そうですね、タコをできればもう一回いける、はい、じゃあちょっともう一回仕掛け直してやります、はい、ます。タコだったのかな。7日目、なんとかね、お魚なんかタコあっぱってほしいですけどね。今のところね、タコらしい当たりが来てるっていうことなんで、まだあと3、40分ができるんで、期待できるんじゃないでしょうか。この朝焼けはね、特別すごい綺麗ですよ。
かるかな、ビデオで。すごい綺麗なんですよ、今日。いよいよね、今日のお天道様が登り始めました。今日も一日が始まろうとしております。さあ、胸の道はどうか。今のところね、タコっぽい当たりが来てるっていうんですが、ちょっとね、今までの釣果からすると本当にタコの当たりなのかっていうことで、皆さんからはね、信用されないと思いますけど、ただね、その可能性はあると思うんですよ。頑張ってほしいですね。でお天道様が見えながらもね、このこっち反対側にはね、なんとお月様も出ているという。こんな感じでね、お天道様も我々を見守っていれば、お月様も我々を見守っていると、そういうわけでございます。胸蔵部長、どうだったですか。負けです。またまた坊主ですね。はい、もうやっぱね、潮はね、今日は良かったと思うんだけどね、うん、まあ残念ながら魚には巡り合うことはできませんでした。まあこれが現実なんだよね。だから仕方ないんですよ。ですまあなんかね、一部はの方からはそろそろ魚見せないと誰も見てくれなくなるぞなんてね、声が届いてますけど、ちょっと本当は慌ててるんです。そうですね、慌ててるんだけど、慌ててんだけど仕方ない。事実がこれなんだ。そうなんです、ね、現実を見てください。現実、現実です。これが我々の今日、ね、釣りの現実ね。そう、今日そして旗丼もね、まだ揚げてないんで、旗丼が揚げない日に我々が揚げるわけないでしょ。僕らが先に揚げたら大変でしょう。そうでしょう。そういうことです。そんなこと言ったらあれだけど、まあ今日ね、でもドンさんもまだ揚げれてないんで。そうだね。ただまあこの動画の1個前、赤間大先生のソロ動画がちょっと上がるか分かりませんがね、昨日はね、なんかカンパチとかちっちゃいヒラメとか結構釣れたみたいですよ。いいですね。まあね、まあ我々もまだ まだちょっと運を貯めていかないとね。そう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 、最後の最後に本当に大物を一発来て、そう、それが本当にいい、楽しい釣りなんですよ。そういうことでね。そう、毎回釣ってるんじゃつまんないですよ。そう、まだたった7回坊主ぐらいではなんてことないね、我々にとっては、ね、そうです、全然めげないし、これからですよ、楽しいです。はい、まあ7って予想していた人には申し訳ないですけど、 ね、それはもう一旦終わりです。8予想した人いるか分かんないけど、いるか分かんないけど、まあその人ね、期待してくださいっていうことだね、はい、決めますから、毎回決めますからなんて言ってっけど、ごめんなさい、本当に決めれなくて。じゃあまた次回頑張りましょう。サークはまた行きますからね、はい、すぐにね、はい、お願いします、はい、ありがとう。